あ、いたいた。ちょっと言い訳だけさせてください。俺は水浴びしてきました。水浴びする男。はい、俺のところに最初根拳意味不明な男。最後ですから、ね、今日は、はい、後ろ姿は少し絵になる。だけで2本作るんでしょ。2本作りに来ましたね。3本だったっけな。3本でもいけますね。なわけないだろう。の3本。元気あげれんかったし、元気もらえんかったし。笑顔は似合う男。元気と笑顔。全然あのピンクが、ピントがピンクに合う始末。ピントが全部持っていかれるんですよ。熱い男。熱いこの男。熱男でしょ。熱男か。さすがこの男。いいな。あ、今のやった。いやいや、取れた。行かんでいいですか。ちょっとマボさんのところに。ちょっと行きます。出ましょうか。いやいや、行きます。日本だってね、一本。あ、いいですね。この見て、イベントの中をピンクが歩くんですよ。ルンルンな男。あ、いやー、いい。来た。あの時間にきつかったっすね、あれ。いやー、あの時間に食べる。深夜に油そば。しかもいっぱいでよかったんですけど。なんか替え玉いけそうだったけん、俺あの深夜の油そばの替え玉2杯頼んで、お前これ食えんのみたいな。うわそば言えてる。詐欺疑惑の男なのにこれ着ないの。あ、めっちゃ言われた。ですかって本当サプライズなんですけどって。じゃあサプライズならもう言わんでくれ。サプライズを台無しにする男。我慢できます。もう我慢できます。うずうずしてもうね。うずうず男、もうちょい出てもらうことに。でも誰か座った。はしゃぐ男。ほらほら、ポーズしなくて。すごいスマイル、すごいスマイル。パイセンに会いに。バンドル。バンドルじゃないです。巻き込んでごめんなさい。映してきます。ありがとうございます。またはしゃぐ男。これどう編集するんで。こんな愛好家は嫌いですか。皆さん俺ぶっ倒れますよこんなこと。小春さんの、あ、春弾。小春さんの、ね、春弾は、春弾は今が旬ですか。はい、このメダカ覚えておいてね。敵さんは取らんでいいんですか。トキさんもさっきほらトキさん見てますよ。本当に見てますよ。トキさんは欲しがってる。ちょんまげさん、この男名はちょんまげメダカさん。まあまあまあ、みんな言ってくるんですよ。ちょんまげさん昨日の前夜祭見ました、楽しそうでしたね。でそれだけ言ってメダカは買っていい。メダカは売れないらしく。それだけ言って、もうみんなステッカー交換お願いします。ステッカーは交換するが、はい、メダカ買っていいかな。メダカは売れないらしい。笑うな笑うな、お前は嫁よ。笑うな、この男を笑うな。俺ね、なんかちょんまげさんに関してはちょっとやっぱすごく別の気持ちを抱いてて。私は好きなんです。なんかやっぱり魚探偵って歌ってるわけじゃないですか、直木屋としては。ただね、あの最近はこうやっぱ人を映すのが好きなわけですよ。まんざらでもないこの男、その名はちょんまげメダカで、まあメダカ屋、メダカを映すよりももうメダカ屋さんを映す方がもう好きで。やっぱりニコニコちょんまげ、こんな愛好家はいかがですか。もうこういうキャラが立った方はですね、まあ、立ってないんですよ。キャラまで模索中です。このドヤ顔勘弁して。これで模索中なんですか。もう一度聞きます、これで模索中なんですね。僕何色にもなれますね。さっきから意味不明。あ、だから今日はまず今日はピンクで、はい、怖いです。次も、いやもう怖い。次はもう嫌いっすよ。やっぱりピンクで最初は着ないっすよ。え、最初はもうバリバリの俺地元なんでさすがに着るわけにいかん。あ、今日一人なんか久々に出会った友人を引かせる男。中学校の友達としちゃったんですよ。へぇ、どこの変態かと思ったみたいな。あ、この格好で会ったんですか。しかも何年ぶりかですか。何年ぶりか。メダカバッテンさん、あの鹿島でイベントされ初めてお会いする愛好家さん発見 で、ね、であのお手伝い行かれてた、はい、あ、雨降らなかったっすもんね。はいはい、晴れ男。またいい夜が、またいい夜。これはあまりあの
映してもいいですか？あ、全然大丈夫ですか？もう、はじめまして。誰がですか？100円セールをしてるところです。あ、見つけました。バズると思います。あ、そうです、美人なサムネ決定ですね。そっちダメ。てかメダカを全部100円で売ろうとしてたの？100円で売ったら、はい、勝手に100円で売ってるんです。メガホンそこにあったんで言おうかなと思ったんですけど止められます。この人マジで100円で売ろうとしたな。弟さん、あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。あ、わ、もうなんだか強そう。ぜひぜひ、すいません、もうありがとうございます。もうじゃあですね、はい、2本分は取りましたんで、あとはこちらの2人を写したい。2本分、はい、あと1本足らんすね。こいつ、まあ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 、日本分、今日は日本で大丈夫です。いいっすか？日本もねえからな。来週でしょ。あ、来週。もうちょっとあのあれです、ちょまげさんの力が必要なんで、今後ともですね、はい、回数、そうです、そうです。俺が一番取ろうかな。誰かこの人を止めて。でちょっと私たちの交通費をね、今さらながら、ね、サムネはこの格好何、あ、サムネはこっちですか？間違いない。それは間違いない。日本のうちの1本はこっちのサムネがいいかもしれません。日本もねえわ。あ、なるほど。あ、じゃあこちらを座っていただいて映して、ちょんまげさんをここら辺でこう枠で出した方がいいですか？そっちの方がおまけみたいな。美味しいだろう。ルンルンでこうしたやつをさ、ここら辺に乗せとったらいいんじゃない？じゃあすみません、座っていただいて。巻き込んでごめんなさい。あのサムネいただきますんで、はい。でもありがとうございます。ちょんまげさんで、あの、はい、サムネだってこれ今のはカットです。危ない危ない、やばいやばい。お前でその口が悪い。口が、いやいやいや、そのそのこれでピースでいきますかね。ピースでいいですか？ちょっとこれで一回動画でぐるーってやって、いいとこだけこう切り抜くので、はい、加工してください。はい、加工ですね。下からほら、下からこうぐるーっていった方がいい。ぐるーって、サムネ決定ですね。じゃあこれでいただきます。じゃあバズります。だから言ったじゃん、直樹屋さんの飯食うために俺も考えたんで。さすが、分かってるわ。取れたか最高の演出。ありがとうございます。ご協力いただきありがとうございます。これはバズりますね。でしょ、でしょ。さすがちょんまげさん。これで、これでちょんまげさんはここら辺で枠でちょっと切り抜いてつけときます。そっちの方がいいよね。いいですね、はい、ありがとうございました本当に。はい、あの、あそこはちゃんとカットするか。ちゃんとカットしてます、はいはい、了解しました。大丈夫です。本当めっちゃなペースで上げないと、またやっちろの動画上げなくなる、ね、そうなんです。だからもうあえて自分を追い込んでやるようにしてますので、ありがとうございました。最高の演出、本当にありがとうございます。いいんですね、もうこれで終わって。あ、ありがとうございます。十分に長く取ったんでしょ。麻婆さんからまず言われたからね。そうね、怒られるね。はい、ちょっと他の方に怒られる前にね。ありがとうございます。ありがとうございました。これが多分本今日のイベントの多分オープニングですね。あのでもちゃんとほら女性の足が。